はいどうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ですね、アヒルになっていこうと思います。ダックライフということで、とても可愛らしいアヒルが映っていますね。アヒルを飼うゲームじゃなくて、アヒルになってレースに出ていくゲームということで、早速やっていきましょう。プレイ。あなたのコンピューターはどれくらいのスペックですかみたいな感じ。そんな一番早い高スペックに決まってんだろまあ、そうでもないけど多分普通のゲームならできる。なんだ、お、卵洗濯これ。絶対これ殻の色がさ、その生まれてくるアヒルの色に関わってくるでしょ。白かな。160ドルしか持ってないんだ。100ドル。お、こいつか、可愛らしい。どうしよう。まあ、若干ダック要素入れたかったんで、プッキーにしたいと思います。可愛らしいでしょ、プッキーちゃんね。え、可愛いね、プッキーちゃんね。なんだ、レースに出ると。え、もう始まんの。頑張れプッキー。俺動かすのか。あ、プッキー、お前地面に刺さってますけど、そのご自慢のそれなんて言うんだっけ、俺ド忘れしたんだけど、くちばしが刺さってますよ。本当にくちばしにド忘れするってやべえな俺マジで。あ、餌、これ餌なの、これ大丈夫、食べたら死なない、これなんか感染しそうだけど。あ、食べた可愛い。お、これでいけんのか。頑張れプッキー、お前ならいけるはずだ。頑張れプッキーこいつ可愛いな。あと少しだ、いける。おお、おめでとう。いっぱい慣れてあげるからね、プッキーちゃん。なんかレベルが上がんないとそのレースとかにも出れないよみたいな。で、店もあるんだ。ここはホーム画面的な感じかな。なるほどなるほど。ちょっとショップ見に行くか。うわ、なんかこれ髪型とか変えれんの。あとその他のそのピンク色とかも変えれるんですね。帽子とかも変える。いや、いらんだろう。 100ドルだぜこれ。買えないし、しかもスイカヘッドこれ欲しいな。ちょっとでまだか。ちょ、餌あげましょう。まずお食べ。よし、これはなんだ。あー、お金稼げるんだね。こいつに勝ったら50ドルもらえるぜみたいな。ちょ、一回やってみるか。じゃあプッキーで、ちょ待って、俺は多分矢印キーなんだよ。頑張れプッキー。いやー、ちょっと待って、これ勝てないかいや、早いなこいつら。頑張って、お前ならいける。あー、さすがに今の実力じゃまだ。あー、死んだプッキー力尽きた。なるほど、まだ俺じゃ無理ってことが。多分こいつにも勝てないんだろうな。トレーニングを進めみたいな感じかな。あー、こいつで、こいつだら、スタートトレーニング、オッケー、頑張ろう。プッキーでパート1、スピード。ほう、何、あ、下へ降りてくんだ。なるほどなるほど、得意だぜこういうの。ね、あのテニスボールみたいな黄色い球、何あれ、取ったらなんか大変なことになったりする。あ、取れそうだよ。いや、ギリギリ届かない。ジャンプとかできるのかな。いや、ジャンプできなさそうだぞ。とりあえず下に降りまくればいいゲームで合ってるよね。黄色いの取れたい。取れないわ。あ、これ取れそう。取った。なんだろう今のなんか効果あんのかな。洗礼された動き。お、2個重なってるぞ。明らかにアヒルとは思えないくらいプログラミングされたこの動き。このアヒル、ただもんじゃないぞ。7000まで来た。待って、やばい死にました。7666。ランニングレベル3。何回もやらないといけない感じかな。お、次パート2、エンドレス。エンドレスでいいのかな。どういうこと。あ、なんか落ちてくるんだ。あー、え、お金マーク。お金マークってことは、あの黄色いのはお金で、危ないのは避けろってことか、岩とか。なるほど、よし。あー直撃したわ今、完全に当たったな。これ難しい。お、パート3、リアクション。リアクション、あー、数字キーを押せってことかな、もしかして。はいはいはい、全然わかんない。はー、速度が4番。なるほどね。アヒルちゃん頑張ってね。アヒルちゃんじゃないわ、プッキーだ、プッキーこんな動きできんのこれ。ペンギンじゃん、お前ペンギンなの。危ない危ない危ない、ピング危ない。頑張って頑張って。2番。おい、こんなにアヒルが大変だと思わなかった。アヒルの生活が、アヒルってもっと気楽に生きてると思ってたぜ。
こんな努力を陰で積んでんなら3番よし、これ簡単だな、割と無限にいけるかも。数字だけを組めればだいぶ速くなってきた。あー連続で組んだ難しいな。4番。もうよくわかんなくなっちゃった最後。本当にあんな連続できたら無理だって。ランニングレベル6になった。あでも多分お金もらえてないよね。65ドルあるからさ、ちょっと帽子か髪の毛買ってみるか。卵はまだ高い、買えないね。これスイカヘルメット買ってみるか。意味あるか知らないけど、はい、プッキーに。あかぶった。気に入ってる、うん、餌あげましょう。そしてあやべ、お金0ドルになったんだけど、一文なしだ。これは早くレースしてお金稼ぎたいけど、でまだちょっとトレーニングが必要だ、あいつに勝つためには。俺はしかもまだまだいける気がする。うん、1万、全部1万目標に頑張るわ。無理だったら諦めるわ。これ間に合わないかな。あーですよな。6200、難しいぞこれは。どうだこれさ、スイカのヘルメットかぶってたらさ、1回くらい無効化されるとかある？その岩に当たっても大丈夫みたいな。普通に死にました。スイカヘルメット何の意味もありません。さあ最後これいくよ。2番、集中していこう。4番、いいね。3番、いやあれ無理だよ。今のどうやって取るね。あ取ったら当たるだろ今の。そういう無理なやつやめてくんない？早くね、こんなスピードで走れんの？さっきからそれ走れ、これで走ったら絶対優勝できただろう。さっきのレースふざけんなよ。お前は練習なんかいらねえよ。もっと熱くなれ。くそー。レベル16まで来た、すげえ。え、これもう勝てるんじゃね。じゃあ一回挑戦してみるか、レースに。いやーまだ無理かな。いくぞいくぞ、頑張れ頑張れ頑張れ、早い早い。あ飛び出てる。みんなやっぱ練習で大切だわ。うん、俺それが伝えたかった本当に、このアヒルを通して。やっぱ練習がないと何もダメ。練習をねこうバカにしてるみんな、絶対練習してくれ本当に。それ伝えたかった。やった、優勝したわ。なんだこれ、なんかクイックできるんだけど。おい、アプリの紹介か。みんなアプリでできるらしいぞこのゲームが。やったな、アプリの宣伝入りました。やった、お金50ドルもらえた。あの右のやつともちょっと戦ってみるか。こいつは何、レベル10になったら戦えるよみたいな。あなんかトーナメントに行ける資格が手に入るみたいな感じらしい。この上に乗るの何なのこれ。頑張れ頑張れ頑張れ、いけんじゃねいけんじゃね、余裕じゃねえか。こいつ弱くね、どこ走ってんだ、すげえな。よしよしよし、このスイカの頭余計重そうに見えるんだけど大丈夫なのかな。やったーやった、そして宣伝やったな。みんな余裕勝ちだ。これ何、これだ、トーナメント。なんだなんだなんだ、あーこうやって選択できると。同じやつで3回とも走ります。コンティニュー、チームプッキー、ダサ、クソダサいぞマジで。いやちょっとチーム P にしよう。P だったらまだかっこいい、うん、コンティニュー。おすごい強そうなやついっぱいじゃないか。だが俺のプッキーは勝てる。あれ弱くね。あれ弱くね。あれあれ、おいせめて乗らしてその台に。うん、まだダメだな。まだトレーニング積まなきゃダメだな。これはもっと俺は力が欲しいんだ。みんな絶対俺は勝ってみせるから、そこで見といて、最後まで見届けてくれ。見届け人として俺の強くなる姿を。あー9000、あー難しい、最高記録だわ9000が。いやだいぶ激しい。あー無理か、4300。まあ一応最高記録出てるね。よっしゃ最後これだ、これが本当に難しいんだよな。あー間違えた、うわ3000いけないか。あーもうレベル95まで来たぞみんな。よしだいぶ強くなった。オッケー。行くぜ。
あ、待て、その前に最高の帽子を買ってやろう。よく耐えた。これだ、最高の帽子は。これをかぶれ。お、似合ってるぞ。バケツにしか見えないけど。じゃあ行くぜ、レベル95でトーナメントに挑戦。3体お前だ。さあどうなる。チーム P、 いや、チーム P2 だ。バージョン2って意味だ。行きます。コンティニュー。頼むぞ頼むぞ。強くなりすぎた。完全にワンパンマンの埼玉状態。ワンパンチだわ。強くなりすぎた。よし、次のレースもお前ならいける。だってもうおかしいやん。出ちゃいけない、ここに。うん、中学生とボルトが走ったみたいになってる。いや、やばいやばいやばい。オーバーキルしすぎ。さあ第3戦目。いや、マジ一歩が早え。なんじゃこりゃ。え、もうこれ勝ちでいいですか。もうチャンピオンでいいですか、僕が。やったー、チーム P21 位。あっ、待って、新しいワールドに行くんだけど。皆さん、これが強くなりすぎた男の末路です。ということで、いかがでしたでしょうか。まあね、努力はすごい大切っていう、練習は大切ってことを僕はこの動画で伝えたかったんですっていう感じで終わりましょう。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタンを押してね。じゃあまた次回お会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。